はあはあはあ、でそこをそれこそ揚水発電とかもあるし、うん、そのピークの瞬間だけ分担して節電もあるんですね、はあはあはあ、本当にそこだけターゲット絞れば500万持ちますね、はあはあ、そういうとにかく電気が足りない停電が起きるかもしれないっていうのはわずか1年間の 2% やればいいと思います。でじゃあ他は電気をじゃんじゃん使っていいかというと使いすぎると今度やっぱり火力発電を炊かなきゃいけないので燃料費がかかるんですね。で電気料金が上がると、もうすでに東京電力管内毎月100円上がって皆さんの家庭上がってますね。電気料金皆さん帰って、うん、あの燃料費調整制度っていう欄があるので帰って電気料金見られたら3月、4月、5月、6月、7月今度来月ですね、ほぼ多分平均的な家庭で100円ずつ上がってる。それは黙ってやってるんですか。あの自動的に自動的に燃料費皆さんに転嫁できる、そういう変な制度が、それは昔からあるわけですか。そうかな、多分10年ぐらい前からそういうふうになってるわけですから、彼らが高く燃料代買ったら彼らが負担せずに皆さんに負担して、でそのお金をまた海外に払うと思いますね。そういう仕組みであのやってるんですね。はあ、そのでもそれを本当は減らすためには省エネしなきゃいけない、うん、そんなパチ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 電気消したり、うんね、なんか熱中症になるのを我慢しながらエアコン止めるのが必要なくてですね、はい、それは、うん、あの無理せずに省エネできるような形にしないと、はい、1年間今度は1年間365日省エネできるように社会の仕組みを変えなきゃやってられないですよね。はあはあ、だから全体を減らすためにはちゃんと、うん、その無理をしない省エネ、うん、つまり家電製品を買い替えるとか、だからそういうそのちゃんとターゲットを絞って本当は政府、賢い政府だってやってくれないと困るんですけども、とにかく電気が足りない、停電が起きるかもしれない、とにかく 15% 節電しろと、で被災地の中小企業のおやすさんまで 15% 節電しろっていうのが来る、デタラメなやり方してる。この原発というものを、原発をこれなくしてもやっていけるものなんでしょうか。だからそういう意味で、あの電気がとにかくその 2% のピークをしのげるかというと、しのげるんです、うん、しのげるんです。原発がなくて問題なくできるんです。原発が今全期54%止まっても、じゃあこ の, あの節電しろ の, あ の,、あのセールのあれはおかしいわけですね言ってることは。それはまあ、うん、原発を止めたくないという思惑もあるし、うん、はい、燃料費もかかるし、まあ、いろんなことが悩まぜとなって、あとそもそも原発を止めるなんていうことはとんでもないことだと。それなんでとんでもないことなんでしょうか。それはやはり既得権のある人たちがどうしても、どうしても守りたいんでしょうか。それもかなり少数でしょ、そういう方々。ですね、既得権も根っこを張っている非常にややこしいことなんですが、まあ、皆さんも霞が関の官僚と、それこそ経産省の官僚と付き合ったら分かりますが、あの事故が起きたことなんか何とも思ってないんですよ。何とも思ってないんですか。何とも思ってないんですよ。起きたことすらひょっとしたら知らないかもしれない。知らないとか忘れてるかもしれない。あの経団連の会長とかもそうです。あの事故が起きたことはへとも思ってないんです。これはもう本当に驚愕する。どうしてそういうことができる、それが仕事だと思ってるんでしょう。彼らはこういうことは何ともない、最初から想定ないということですか。やっぱり天上天下人という感じがあって、はい、こう、ああいう被害、まあ、かつて水俣病もそうだったんですね、そのいわゆる市民一人一人が受けている、地域の人たちが受けている被害とかその事故の大きさというものに関しては全く痛みを感じない、はあ、で必ず上から目線で、はあ、で自分が思い込んでいる20世紀型の古い妄想的な観念を信じきっている、うん、で原発を 止まるとかですね、うん、菅さんがストレステストでどの頃に結局再稼働できなかったり、うん、はいはい、経団連会長が机を叩いて怒りましたよね、はいはい、だからその自分の妄想に反して現実が違ったことになると怒りがあるわけですか。とんでもないことするやつだ、ね、ある種の宗教。それはあの飯田さんずいぶんそういうの一生懸命ご活動なさってるんですけど、どうすればまずどこから手をつけてそういうのを直してその崩していけばいいんでしょうか。まあ、うん、とにかく今このそうは言ってもですね、今本当に国民の大多数が原子力は
もういい加減してくれと。ほとんど思ってますよ。僕ね、僕ね、会って喋った人で、原発を残したいって言った人、僕まだ 3.11 以降、会ったことないですよね。で、一応災害のことに国会も、一応その、なんていうかですね、例えば、あの自民党ですら、もともとの地下議連とかとんでもない議連は、今、おとなしくなって、山本一太さんを立てて、原子力はこういうふうにフェードアウトしていくということが、あ、そうなんですか。一応あの自民党ですら、まあ、なんていうか爪を隠してることがある。で、みんなの党も、いつまでか変わったのか分かりませんが、もう脱原発だから核燃料サイクルやめろとつい最近言い始めましたから、国会のコンセンサスも、あ、そうなんですか。立ち上がり日本以外はもう原発は効果。ああ、そうですか。これが一応今表向きは大きなコンセンサスになっていて、まあ、それに反して動いているのが経産省の一番その官僚。経産省の高級官僚というのは どうしてそうなんですかね。自分たちが国を統治していると思って、いや確かにそうなんでしょうけども、確かにそうしてきた人たち、超エリートの人たちで、お勉強負けたことない人たちですよね。その人たちがそのまあ、みんなバカだと思ってるんでしょうけど、そう、彼らはそう思ってますね。だから俺たちの言う通りすればいいと思って、鏡を見せてあげた方がいいです、そうですよね。もう本当バカだと思ってる人たち。でもこれだけみんなが迷惑かけてて、いや、それはちょっと悲しすぎますね。どうすまあ、だって政治家は落とせるじゃないですか。だから官僚は政治家にもあったんですけど、官僚は落とせないんですよ。本当そうなんです。そう、どうすればいいんですか。あの人たちどうやって辞めさせればいいんですか。いやそれが一番大変なことですね。まあ、この後も河野太郎さんとか大変なことで、まあ、今我々がやってるのは、まあ、目には目を、目には目をってあるんですけど、目には何て言ったらいいかな、要は官僚には官僚を、はい、で、もちろんもう警察署とんでもないとバッサリ切れればいいんですが、はい、そう世の中簡単ではないので、一応我々がやってるのは、経産省の中でももっと筋を通そうとしている人たちが少なからずいるんですよ。ほうほう。まあ、それこそ今メディアで有名だったのは古賀さんね。はいはいはい。で、そういう人たち一生懸命こうパタパタと叩きつけるっていうか、やって、で、官僚の中でどっちがその筋が通ってるのかという、やっぱり経産省対経産省っていうかですね、まあ、それはちゃんとやってもらうのが必要だなと思います。